動画をご覧いただきありがとうございます。今回は自己視線恐怖症が楽になる2つのポイント、ということについてお話をしていきます。まず自己視線恐怖症という症状は、自分の視線や自分の目つきがですね、相手や周りにどう思われているか、不快に思われているんじゃないかとですね、気になってしまう症状が、要はですね、自分の視線がですね、相手にこうどう思われているか気になってしまう症状がですね、自己視線恐怖症になります。この自己視線恐怖症が、楽になる2つのポイントとしてですね、1つ目が、まだですね、自分自身を受け入れることですね。自己視線恐怖症に悩んでいる方はですね、どちらかというと自分に自信がなかったりとかですね、どちらかというと自分を否定している傾向がありますからね、自分を否定しているからですね、ある意味こう自分に自信がないからですね、どうしてもこう、自分の視線が気になってしまったりとかですね、自分の視線が相手にとって迷惑なんじゃないかとですね、考えてしまうことに、つながります。言い換えるとですね、その自分を否定するとですね、自分より相手が上になってきますからね、要はパワーバランスがずれてしまってですね、相手の方が上になってきますので、ある意味こう、こんな自分がですね、見ることは、こんな自分の目つきはですね、周りの人にとってですね、迷惑に違いないとかですね、なんか不快な思いをさせるに違いないという思い込みにもつながってしまいますからね、このまま、不調なですね、不自然なバランスをですね、こう、ちょうどいいバランスに持っていく、まあ、対等なイコールのバランスに持っていくのがですね、そのための方法として、自己需要ですね、自分自身を受け入れることになります。自分自身を受け入れるとですね、自然とこう自分に対しても自信が湧いてきますからね。ですから、相手とのバランスもちょうどいい関係になりましてですね、ちょうどいい対等の関係になるから、別にこう自分の視線にも囚われなくなってきてですね、相手の視線にも囚われなくなってきて、イコールの関係になってきますからね。例えば自己視線恐怖症の方も意外と身近な人、家族とかですね、意外とこう親友とか友人の方だったら意外とこう気にならないというケースも多いですからね。そういうのは相手の関係がある意味こう対等になってますからね。別にこう相手が上とか下とかでなくてですね、ちょっと対等な関係ですから、あんまりこう、気にならないですね。自分の視線が相手にどう思われてるかとか、どう思われてるかとかですね、が気にならないことにつながります。自己情緒とかシンプルですけどね、結構かなり強力な効果がありますからね。極端に言うとですね、自己需要ですね、自分を受け入れるともですね、ほとんどの問題とか悩みが解決すると言っても過言ではないですからね。それぐらいシンプルですけど、シンプルな分ですね、よりダイレクトな効果がありますからね。ですからまあ、自分自身を受け入れですね、自己需要ができるほど自分に自信を持てるようになって、結果的にですね、自分の視線にもある意味自信が持てるというかですね、自信があるというか、まあ、受け入れることができてますからね、受け入れから気にしなくなるんですけどね。否定ってどっちかって罰をしたら、それで問題になりますからね。問題になるから気になってしまって、切ってエネルギーっていう意味はありますからね。気にするほどそこにエネルギーを添えてしまってですね。例えばその自己視線、自分を否定するからですね、自分の視線も否定してしまって、否定してからその自分の視線が気になってしまってですね、気になるから余計にエネルギーを添えてしまってですね、だからまあ自己視線恐怖症になってしまうことにつながってきます。逆にですね、自分自身を受け入れることができるとですね、症状ですね、自分の視線とか、自己視線恐怖症自体も受けることができますからね。ですから、自分の視線を受け入れているからですね、特に問題にならなくなってきてですね、問題にならないから、気にならなくなってきて、気にならないからエネルギーが注がなくなってきて、エネルギーが注がないから、それも楽になっていくことにつながりますからね。例えば野良猫とかもですね、餌を与えると寄ってきて、こう、居つくんですけどね。でも餌を与えなくなるとどっか行ってしまいますからね。その形で、自己視線恐怖症も同じようなところがありますからね。自己視線恐怖症を気にするほどですね、自己視線恐怖症という野良猫に餌を与えているのと同じ状態になってきますからね。で、餌を与えるから自己視線恐怖症という野良猫が居ついてですね、なかなか良くならないことにつながりますからね。でも、自己視線恐怖症と野良猫に餌を与えなければ、気にしなければですね、餌を与えないですからね。餌を与えなければ、自己視線恐怖症の野良猫もどっか行きますからね。それがまあ楽になることにつながってきて、それがですね、自己需要でもありますからね。自分を受け入れることで、自分の視線も気にならなくなってきてですね、自己視線恐怖症という症状自体も気にならなくなってきて、気にしないから、エネルギーを注がないからですね、その対象もどんどんどっか楽になっていくことにつながりますからね。
ですからまずはですね、自分自身を受け入れることですね。自分を、受け入れて、認めて、許して、愛してあげることですね。自分を受け入れてですね、人生が変わると言っても過言ではありません。人生がうまくいっている人というのはですね、基本的に自分を受け入れてるから、周りからも受け入れられますからね。だから人生がうまくいくんですけどね。はたに自分を否定すると不思議とです。周りからも否定されますからね。ですから、なかなか人生もうまくいかないことになるんですけどね。ですからもう、極端に言うとですね、人生がうまくいくかどうかっていうのは、自分を受け入れてるか、自分を受け入れていないかの違いになってきますからね。それだけの違いでもあります。ですから、その大元が変わると人生もガラッとまた変わりますからね。ですから、たとえ今、自己選挙を悩んでいてもですね、自己需要、自分自身をできる範囲で受け入れることができるとですね、また流れも変わってきてですね、自己選挙を恐らくになることにつながっていきます。具体的にその、自己需要ですね、自分を受け入れるための方法としてはですね、自分のいいところとかですね、自分の好きなところを、ノートとかですね、スマホのメモとかに思いつくだけ書き連ねてみることですね。で、書くほどまたそれがですね、ある意味自分を褒めることとか自分をなりますからね。そういうとこう自己需要にもつながってきて、結果ですね、書くほどどんどんまた自分を受けることもつながってきますからね。あ、自分にはこんないいとこがあったんだ。自分にはこんな素敵な好きなポイントがあったんだとね、客観的に気づけますからね。客観的に気づけるとですね、こう、それがまた、まるでこう周りから褒められたような意識でですね、どんどん自分の自信にもつながっていきますからね。やっぱりこう自分が褒められたいのは、認められたいのは、やっぱり一番自分自身ですからね。その自分自身からですね、自分自身の良いところを見てですね、こうやってこう書いて表現してあげるとですね、それが自分自身を褒めることにつながって、それが自分の一番の喜びにもつながりますからね。それがまた、自己需要であり、自分の自信にもつながってきて、結果的にその、自分の視点にもある意味自信とか受け入れることができますからね。受け入れから問題がなくなるから、自己選挙恐怖症も楽になることにつながっていきます。またなかなかですね、中にはその自分の好きなところとか、いいところが思い浮かばないという方もおられると思います。ですがですね、探したら必ずありますからね。ですからそういった方は、まずは一日一つからでいいですからね、自分のいいところ、好きなところを見つけていただいて、まあ、例えばネガティブに見える点もですね、視点変えたら長所になりますからね。例えば短期とかって、表面的に見たらネガティブなイメージがあるんですけど、言い換えたらまあ、感情表現いた方とかですね、こう、まあ、ある意味、こう、真剣に生きてるから怒りが湧いてくるというふうに見ることもできますからね。ですから、ちょっとまあ、ネガティブに思っていることもですね、視点を変えると、それがまたポジティブな意味合いになってきてですね、それが自分のいいとことか、自分の好きなところに繋がってきますからね。そういったイメージで、こう、困らない方は、ネガティブの視点を変えてみて、こう、見つけてみてもいいんですけどね。その形で、一日一つでいいですからね、まずは自分のいいところ、好きなところを見つけてもらって、それをですね、ノートとか、スマホのメモに、書いていくと、それがですね、その一歩一歩、一段一段が自己需要ですね。自分の自信に繋がっていって、自分の視線もですね、受け入れたら自信に繋がりましてですね、自己視点恐怖症が楽になることに繋がっていきます。あとですね、自己視点恐怖症が楽になる二つ目のポイントとしましては、周辺視野を使うということですね。ある意味こう視点、視野を広く持つようなイメージなんですけど、例えばなんですけどね、周辺視野って言ったら、こう、なんとなく全体をこう、ぼんやりというか、全体を見るような形なんですけどね。視線恐怖症の方は意外とですね、ロックオンしてですね、一点を見てしまう傾向があるんですね。一点を見て、この見てる、ここを見てる自分が悪いんじゃないかとかですね、相手の目を見ることに対して、こう、何か、一点を見ることに対してですね、なんか恐怖とか不安とか何か感じる方、違和感の感じる方が多いんですけど、じゃなくて、こう、例えばこの指を、この画面だったらこの指を見るんじゃなくてですね、じゃなくて、指じゃなくてこの画面全体もなんとなく見る感じですね。この顔だけでもなくてですね、壁だけでもなくて全体、画面全体を見る形で見るとなんとなくぼやり全体が見えますよね。でも意外とこう、顔があるというのは認識できますよね。その形で意外と周辺視野でもですね、しっかりこう、個別の認識も意外としっかりできてますからね。ですからこう、相手の目を見るのが苦手とかですね、なんか自分の視線が、相手に迷惑かけてるんじゃないかとか思ってしまう方はですね、見るっていう行為自体は変わらないんですけど、一点を見るんじゃなくてですね、この指とか一点を見る、この目とか一点を見るんじゃなくてですね、指とか一点を見るんじゃなくて、全体を見てあげる、周辺視野ですね、相手の顔を見つつも、私という顔を見つつも、目を見つつ、顔を見つつもですね、背景全体を、この画面全体を見る形ですね。そうしたら相手にとってはこう、なんとなく自分の顔を見ないという感じもありますし、まあ、出てきますからね。ですから別に自己視点恐怖症の方はですね、ですからまあ周辺視野ですね、なんとなく全体、顔だけじゃなくて、目だけじゃなくてですね、全体、まあ、例えば顔全体でもいいですけどね、目じゃなくて顔全体を見るとかですね、あとはもう顔だけじゃなくて全体、この映る画面とかですね、この視野、
視野全体をなんとなく全体を見る形でいくとですね、あまりこう一点が気にならなくてできますからね。そうだったらこうあんまりこう、自分の視線もですね、気になりにくくなってきますからね。ですから、一点を見るんじゃなくて、こう、なんとなく全体を見る意識ですね。全体を見る意識でいくと、自分の視線に対しても捉えにくくなってきてですね、結果的に自己視線恐怖症が楽になることにも、つながっていきますからね。例えば、スポーツとかでも、こう、周辺視野ですね、使って、まあ、視野が広いとですね、例えばサッカーとかでもですね、視野が広いと、幅広いところにパスを出したりとかですね、なんとなくこちらから、端の方から人が上がってきたなとか見えて、そこからパスを出すことができますからね。ただ、ボールだけ見てたらボールしか見えないですからね。だから、こう、誰か来てもこう気づけずにパスは出せないんですけどね。そんな形で、どっちかというと自己視線恐怖症の方でボールだけを見てしまうんですね。じゃなくてですね、そのピッチというか、グラウンド全体を見てですね、なんとなく自分の視野全体を見ることで、全体の動きが分かりますからね、味方がこう、バッと出てきたというのは、そっちにパスしたらいいんですけど、気づけないとパスできないですからね。そんな形で、周辺視野って意外とこう、まあ、ある意味こう人生が、まあ、うまくいく見方というかですね、そのこう、トラウマなくなってきますから、全体を見てますからね、全体を見るから、気づきが増えて気遣いができたりもしますからね。その形で、まあ、ある意味、こう、人から好かれることになりますし、自分自身からも、もう、自分自身を好くこともなりますからね、囚われなくなりますからね。自分の視点、自分の視点に対する囚われもなくなってきますから、まあ、それも気楽になってきて、自分を受け入れやすい、自分を好きになりやすい傾向にも下がりますからね。その形でですね、まとめていきますと、自己視線恐怖症が楽になる二つのポイントとしまして、一つ目は、自分自身を受け入れることですね。自分自身を受け入れることで、自分の視線を受け入れることができて、その結果、自己視線恐怖症という症状自体も受け入れることができますからね。受け入れると問題じゃなくなるからですね、気にならなくなって、気にならないからですね、多少エネルギーが注がないですからね。ですから、まあ、症状も楽になることにつながっていきます。2点目の楽になるポイントとしまして、周辺視野を使うということですね。この指とか、目だけ、顔だけを見るんじゃなくて、視野全体を見る意識ですね。顔だったら、まあ、目だけ見るんじゃなくて、顔全体を見る意識でいくとです。意外とこう、視線って気になりにくいですからね。ですから、まあ、できるだけ、まあ、一点じゃなくてですね、集中して見るんじゃなくて、全体、画面全体というか、視野全体、見えてる範囲の全体を見ていくとですね、視線へのトラウルが、少なくなっていきますからね。それがですね、自己視線恐怖症が楽になる、まあ、見方というか、視線になってきますからね、ポイントになっていきます。なおですね、こういった自己視線恐怖症が楽になるポイントとかですね、語りきれてない、動画で語りきれてない部分とかをまとめたですね、ブログのページも概要欄とかに、コメント欄にリンクを貼っておきますので、ピンときた方はチェックいただいてですね、ぜひですね、少しでもですね、あなたの自己視線恐怖症が楽になるきっかけとして、ご参加いただけたら幸いです。なおですね、自己視線恐怖症も言い換えたら生きづらさでもありますからね、生きづらさっていうのは語る習慣を変えたら変わることが可能です。こうやってですね、生きる差が楽になる習慣をまとめた私の本というのも発売しておりますので、こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますからね、ピンときた方は、チェックいただいてですね、少しでもまた楽になるきっかけとして、より深く楽になるきっかけとしてね、より深く楽になるきっかけとして、ご活用いただけたらと思います。またですね、当院では、対面、直接お会いしての、カウンセリングとかですね、あとはオンラインですね。ビデオ通話、LINE メールでの、LINE メールでの、セッション、カウンセリングも行っておりますので、こちらもですね、より深く、まあ、根本的に本気で楽になりたいという方はですね、本気で楽になりたいという方はですね、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ご参加いただけたらと思います。なお、この動画がですね、少しでも参考になったとかですね、何かこう、ピンときたとかですね、ちょっとなんかほっと安心したという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽に、よろしくお願いします。はい。で最後まで、ご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。